つの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もう目の前にありますね、ご購入のお礼、はい、フェネックスの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございますということでね、こちらのフェネックスという会社から販売されましたフィギュアを今回はご紹介したいと思います。それがこちら、はい、呪術廻戦、ここに呪術廻戦ってあります。はい、風流ってあれだよね、プライズ品であるメーカーですね、風流。はい、でフェネックスで、こちらに五条悟無加減呪術7分の1スケールフィギュア、はい、というふうに書いてあります。こうね、ざっと見てもね、反射でよく見えないでしょう。はい、まあ私も実際全然見えないし、肉眼で近寄ってもね、あんまはっきり見えないんですよね。ちょっとビニールに包まれているんで、はい。で、大きいんだよ、これ。めちゃくちゃ大きい箱で送られてきて。一応ね、このね、ワーコレの五条先生置いてますけど、もうめちゃくちゃでかいんだよね、これ。箱がね、なんかすんげえでかくて、7分の1スケールって思っちゃうぐらいでかいんだよね。まあおそらくエフェクト込みなんで、こんだけ大きい箱になったんだと思います。はい。ちょっとね、固定のね、三脚とかだとね、ちょっとね、画角的に映らないんでね、こうやって動かしながら撮ってます。はい。で、一応箱の外観ですが、はい。こういう感じですね。はい。ちょうど指をね、あの形にして、無加減呪術繰り出している五条先生。はい、裏面はこう。はい、ってこんな感じですね。はい、ではね、早速こちら箱から取り出してみたいと思います。はい、とりあえずね、ブリスターの状態まで持ってきました。はい。いや、これね、しっかりスポンジもかましてあってね。うん。かなり厳重です。でね、とにかくこれ重いね。うん。前回ね、ご紹介しました渋谷スクランブルフィギュアの、あの五条先生より全然重いですね。まあ、あちらはね、あちらも7分の1スケールは合ってるんですよね。ただエフェクトがね、そこまで大きくはないんですよね。これめちゃくちゃでかいな、めちゃくちゃでかいわこれ。うわ、はい、ということでね、ではもうね、この袋からも取り出してね、見ていきましょう。はい、ではね、開封しましたんで見ていきましょう。こちら、はい、首なしですけれども、はいとりあえずね、ボディの方だけちょっと先にお見せしたいと思います。こういう感じですけれども、まあいつも通りのね、うん、服装に、まあ、そうですね、ちゃんと陰影がはっきりしてますね。シャドウ吹かれて、うん、で全身に艶消しって感じで彩色されています。でこの指の形ですね、はい、やはり靴の方はね、テッカテカですね。でこちら頭部ですね、はい、マスクをしている状態の五条先生。いや、あのね、髪の毛がめっちゃ尖ってるんですわこれ。だからちょっと押し込む時にね、ちょっと痛かったですねはい、まあ、こちらはまあオーソドックスだよね。まあこの指でこのポーズって言ったらもう
このマスク状態が連想されますけど、とにかく髪の毛がねシャープなんだよね、すっげーシャープ。髪の毛の造形が素晴らしい。でね、目の部分がねこう凹凸になってて、なんか実際そこに目があるっていうのが分かりますよね、これを見ると。そこら辺がちょっと細かいね、細かく作り込まれてるなと思います。はい、で一応ね別替えのマスクを外したね素顔バージョン、そちらもありますんで、そちらとちょっと付け替えてみましょう。はい、こちらかなり怖いですねかなり怖い印象ですよねこれね、めっちゃ怖くないですか顔の表情、もうやったるでみたいな、すっげえもう殺意に満ちた顔してますよ目見開いてるしね。で口角がめっちゃ上がってるんでめっちゃ怖い印象。もうリクガンもねちゃんと再現はされてるんですけれどもね、一貫して怖い表情。髪の毛はねほんと素晴らしい造形ですね。でもやっぱりこのポーズだとこの素顔はなんか合わない感じはしますよねこの場合はやっぱりマスクしてた方が合うかな。はい、で肝心のね台座、エフェクト付きの台座なんですけれども、これがまたね海外のガレージキット並みのガレージキット並みの出来なんですよ。めちゃくちゃ重いし、渋谷スクランブルフィギュアの五条先生の台座の2倍ぐらいの量あんのかな、質量。バーンとね、もうこれまた画角に収まらないんですけれども、めちゃくちゃですよ、これ。うわ、このなんだろうね。巻き上げてる感じのエフェクト、波のような感じになってますね。で下がね本当普通のタイル状の底なんですけれども、まあ、そこからブワーッとね広がってるようなイメージのエフェクト、まあ、要は本当に無加減呪術を使っているね五条先生の感じの台座、それがねよく再現されてますね。ブワーッとね、もうそこを中心にブワーッて広がってるイメージ語彙力ねえなはい、いやこれはね台座はめっちゃすげえこれ。はい、じゃあちょっとね組み合わせてみましょう。はい、こんな感じですね。もう画角に収まらんのよでかくて、はい、こんな感じでね横からブワーって巻き上げてる感じなんだね。でね足元がね、ここ足元はね2本の支柱で支えてるんですけれども、若干ぐらつくんだよねこうやって。これがちょっと怖いなと思うんですけれどもね、なんかポケっていっちゃいそうな気もしないでもないですけれども、これ以上はさし込めないんだよね。はい、まあ、でもねこっからブワーって広がってるイメージはねすごいこの画像でもよくわかると思いますけれども、はい、でブワーっときてねこんな感じで、いやこれはね実際ね、まあ、台座を含めてでは本当にすげえいいフィギュアだと思います。はい。ただ五条先生単体となるとちょっとどうかなっていう点はありますよね。うん、似てる似てないという感じで言うと、
という感じかな。若干細いのかな顔が、細くしすぎてるのかシャープにしすぎてるのか。まああとね、この表情変えパーツのこちらの顔もね、やっぱりどうしてもね怖いんだよね。かっこいいじゃなくて怖いが先に来ちゃうんだよな。これもったいないなと思いますね。いやこのねフェネックスさんもね、あのいろいろフィギュア出してて素晴らしいフィギュアばっかなんですけれどもね、はい。で一応ね私この後にもね実はあの両面スクナも予約してるんですよ。それもねまあ届き次第ご紹介という形になりますけれども、あとね実はあの五条先生もう一体予約してるんですよね。そちらの方を自分は期待してるんですよ。それがめっちゃかっこいい感じ。なんかどっかの展示会かなんかであれ1分の1の等身大で出たんですよね。それの縮尺版っていうのかな、7分の1スケールにしたやつ。まあ椅子に座ってね、なんか指は印を結んでるような感じで、でマスクを下にずらしてる感じのフィギュア、めっちゃこれかっこいいんだわ。もう見ただけで下手すしたら渋谷スクランブルフィギュア追い抜くかなぐらいのかっこよさ、はい。まあ、実際ねそちらが届いたと自分は思ったんですよね、はい。そしたらあこっち側でしたね。それがこっち側注文してたの忘れてたっていう感じでした、はい。まあちょっとねまあ、ボリューム的には半端ないんですけれども、まあ、一貫戦ちょっと五条先生本体で見るとちょっと渋谷スクランブルフィギュアには劣る感じですね、はい。そこがちょっと残念かなと思います。まあただね本当ねボリューム感が半端ないんで、まあ、余裕のある人はね、まあ、コレクションに加えても全然 OK だと思います、はい。という感じでね今回はフェネックスからね、まあ、実際フェネックス初めてかな買ったの。ということでフェネックスさんのね、五条悟無加減呪術、はい、こちらの方を開封しました。いや実際めっちゃこれでかい。あのね買った人ならわかるけど届いた箱がでかくてびっくりするよね、はい。ということでこの後ね一応回転台座回しては見たいとは思いますけれども、はい、まあ合わせれば、はい、この機会にねチャンネル登録して次のフィギュアお待ちいただければなと思います、はい。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。大丈夫、僕最強だから。